はい。皆さん、お久しぶりですね。こんにちは。ゆかです。今日は久しぶりですが、N3 文法クラスをしたいと思います。よろしくお願いします。ここに、懲戒もあるよと書いてあります。最後に、懲戒もしましょう。リスニングね。はい。では始めましょう。よろしくお願いします。はい。見てください。男の人と女の人が話しているようですね。男の人が言っています。 A さんのこととが好ききです。僕と付き合ってくれませんかはいいいですか皆さんサムアンと付き合うっていうのはカップルになるっていうことですカップルになるねはいなので彼は、えー、僕の彼女になってくださいって言ってますねはい、では彼女の返事を見てみましょうどうかな私今は仕事を頑張りたいからごめんなさい ガガガガーン残念はい、皆さん、ここでクイズです。るん大好きな A さんに気持ちを伝えたが、〜何々しまった。はい、このカッコに入る言葉、正しい形を選んでください。1、断られて。2、断れて。3、断されて。 4、断って。はい、5秒でいくよ。はい、できたかな決まったかな正解はね、これ、断られてです。断るっていうのは、あごめんなさい、すみません、無理です、ダメですで、to refuse ね。はい、じゃあ今日はね、られてしまう。この文型を紹介します。何々られてしまう。これは、 パッシブティフォームプラスしまうですね。受け身の手形プラスしまうで、話している人の悲しい気持ち、残念な気持ち、がっかりする気持ちっていうね、話している人のネガティブな気持ちを表します。いい今のクイズの例文も、大好きな A さんにごめんなさいと断られたことは、 られてしまった、悲しいというスピーカーの気持ちを表します。いいはい、じゃあ皆さん、この文法で絶対に大切なのは受け身です。受け身の復習をしたいと思います。行くよ。はい、じゃあまず、ノームのパッシブは何ですかうん、飲むの、飲ま、れるです。はい、うを、あーに変えますよ。 飲む、飲まれるですね。はい。じゃあ次。食べる。食べる。これは1段ですね。2グループ。これはどうかな食べられるです。2グループ、いるるエンディングはるを取ってられるにしますよ。いいはい。じゃあ次。次は です。言う。言うはどう言う。言うはね、言われるです。皆さん。うはあじゃなくてわーでしたね。気をつけて。はい。次は、イレギュラーの来る。来る。来るはどうはい。来るは、そう。来られる。そして、するは、はい。 されるいいいですね、okay、はい、じゃあ皆さん、文を作ってみましょう。サムはにサンピンをてしまう。うれしくない。イラ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 イっていう気持ち。はい。じゃあまず一つ目。弟はケーキを食べました。ああ、私のケーキなのに弟が食べた。うれしくないですからね。はい。てしまうの形にします。いいですか はい。じゃあ、一緒に作りましょう。弟にケーキを食べられてしまいました。いいね。はい。じゃあ、次。猫はコーヒーをこぼしました。こぼす、いいですかこぼすは、to spill ですよ。猫はコーヒーをこぼしました。あー、もうっていう状態ね。はい。じゃあ、皆さん、いくよ。 猫にコーヒーをほぼされてしまいました。いいですね。はい、じゃあもう一個。母は携帯を取りました。はい、私、携帯ばかり使っていました。携帯を使いすぎでしたから、母が携帯を取りました。あもっと携帯使いたいのに。<laughs> はい、じゃあ行きましょう。 母に携帯を取られてしまいました。いいですね。はい。いいですか皆さん。パッシブってしまうの形。大丈夫ですね。はい。で、皆さん、最後に、懲戒練習しましょう。受け身、パッシブを使った懲戒練習です。はい。ここにね、4つのオプションがあります。私、今から会話、ダイアログを読みます。会話文を読みます。 男の人はなぜ疲れていますかというのが質問。男の人はなぜ疲れていますかはい。会社の同僚、女の人と男の人が話しています。男の人はなぜ疲れていますかはい。じゃあ、オプション見てみましょう。1、部長とゴルフに行かされたから。2、ゴルフは高かったから。3、 部長の話を聞かなければいけないから。4. 部長がゴルフに行くのを楽しみにしているから。はい、いいかなじゃあ読みます。はい。鈴木さん、疲れているみたいですね。どうしたんですか先週、部長にゴルフに誘われてね。ああ、週末ゴルフに行ったんですかそれで疲れているんですね。 いやそうじゃなくてゴルフは来週なんだ。でも部長すっごく楽しみみたいでさ。毎日ゴルフの話ばかり聞かされて。そんなの適当に聞いて勝手に話させておけばいいじゃないですか。そうなんだけど同じ話何度も聞かされるし適当に聞いてるだけでも疲れちゃって。 はい。男の人はなぜ疲れていますか ?1、2、3、4から一番いいものを一つ選んでください。はい、5秒。はい、いいかな正解はね、皆さんドルドルドリン、3番。部長の話を聞かなければいけないからでした。できましたはい。スクリプト。 見てみましょう。行くよ。まず、女の人が、鈴木さん、疲れているみたいですね。looks like, seems like. どうしたんですかと心配しています。そこで、男の同僚が、先週、部長にゴルフに誘われてね、と言っています。誘う、いいですか誘うは、to invite。誘われるは、passive ね。はい。はい。女の同僚、あ、週末、ゴルフに行ったんですか それで、That's why 疲れているんですね。と言いました。ああ、わかりました。納得納得。でも男の人が嫌と言いました。そうじゃなくてって言ってるので、週末ゴルフ行ってないですね、はい。ゴルフは来週なんだ。あ、まだですね。ゴルフ来週です。はいでも部長、すごく楽しみみたいでさ、楽しみみたい。はい、行きたいな、行きたいな。楽しみにしているみたい。 毎日ゴルフの話ばかり聞かされる。はい、これ講座っていうね、聞かされる。はい。そんなの適当に聞いて、勝手に話させておけばいいじゃないですか。適当にっていうのは100、100%じゃなくても、大体でってこと。大体で聞いて、勝手に、勝手にっていうのは、 自分で自由にってことです。自分で自由に話させておく。話させる ?Let someone do or make someone do.Causative. ておくは leave someone in the same state ですね。ば、いいじゃないですか。と、名の人が言っています。そこで男、そうなんだけど、同じ話何度も聞かされるし、 適当に聞いてるだけでも疲れちゃって。はい。聞かされる。これはコーザティブパッシブ。ちょっと難しいですね。コーティブパッシブ。聞かされるし、適当に聞いてるだけでも疲れちゃってって言ってるので、ベストの答えは、部長の話を聞かなければいけないから。もう毎日ゴルフの話をしているから、聞かなければいけない。これですね。 部長とゴルフに行かされたから、まだ行ってないので、過去形はダメ。ゴルフは高かったから、これも過去です。まだ行ってない,、はい。部長がゴルフに行くのを楽しみにしているから、楽しみにしている、そうですね。これも文にありました。でも、疲れている理由は部長が楽しみにしているから。 ではなくて、部長が同じ話を何回も何回もするから、<laughs> それを聞かなきゃいけないから、もうそれでちょっとぐったり疲れたっていう状態ね。はい、いいですか、皆さん。はい、じゃあ最後に今日の宿題。今日は、えー、パッシーブってしまいました。 の形を使いま、作ります。いいですかはい。パッシブなれ、パッシブてしまいました。子供の時のことを教えてください。子供の時、嬉しくなかった、がっかり、残念だったっていう経験がありますかはい。文にして、コメントに書いてください。コメントに書いてくれたら、私がチェックします。 はい。では皆さん、今日のクラスレッスンはここまでです。最後まで見てくれてありがとうございました。はい。また次のレッスンで会いましょう。じゃあ、ありがとう。あ、いいね。忘れないでね。バイバイ。